この前ゴルフの雑誌読んだらさ、トル君が髪切ってる時、おお、そう、 iPad で読ませてくれて、うん、待ってる時、うん、読んだ。そしたら右脇締めんだって。俺と真逆だね。そう書いてあったから、俺まだ騙されてるからワンナップに。それトル君詳しく読んだ？詳しくは読んだ。締めるんだってぐらいの感じ。だってって書いてあって、あ、違うことを言ってると思って読まなかった俺もレッスンに来られた方で、うん、右脇締めろって言われたって言って右脇締めてる方は相当数いる。結構いいんだ、うん、でも俺は絶対その教え方はしないんだよね。むしろ開けろだから。で、右脇締めるんだったら絶対条件があるっていうことを、うん、その方は教わってるかどうかがキーポイント。これ言わなかったら言ってる意味がないから、うん、っていうか右確定させてるだけだからその絶対条件をちょっと言っていきます。平井博明のワンナップゴルフ。右脇を締めるんだったらインパクト前で右腕をこうやってねじらなきゃだ。こうやってこうこう、これができなかったら締めたら終わるから。あ、フェーズが右向いちゃうんだ。そう、右向いちゃう。それを昔グリップが出るから、右脇締めた時点でグリップリードする。はいはい、そうか。そう、それを最近の人は左手首の小屈でこうやってカバーする。そう。で、それでまっすぐ行かせる人か、うん、右脇締めてちゃんとボールを放つんだったら、うん、右をこうやって同じ動きなんだけどね、これと。そうだけど右手でイメージするんだったら、うん、こうやってこうやってねじれなかったら一生立てない。それで左肘壊すんでしょ。壊すよ、絶対壊すから。だから壊れないように筋トレしなきゃいけない。今度それをやるんだったら、多分ここもあれだよ、ネズミ走るよ、トミー・ジョンだ。いや本当に本当だ、ね、うん、だからちゃんとした説明と理解2つで、言う側と言われる側がちゃんとやってなかったら成立しないからね。めっちゃ怖いよ、右脇締めるってね。ちゃんと俺読んでないけど、うん、そういうのがあって、うん、記事書かれてるってことだ。そう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 、だから もしかしたら雑誌だからちゃんとそうやって言ってるかもしれないけど、うん、へーって思った方は、まあ、今回の動画見ていただいて理解していただいた方がいいかもしれない。でもあれ雑誌書いてあったらなんかね、信じちゃう。まあまあそうだね。なんかあとなかった、アプローチとか。アプローチもあった。あった。右肘つけてたらさ、うん、体と一緒に回るじゃん、クラス、うん、だからいいみたいな。安定するみたいな、うん、そう。それも読んだ、ちゃんと。読んでないこれも違うと思って読まなかった。そうだよねワンナップゴルフでは言わない。これはそうそう、これは絶対条件がある。あ、そう。これは黒いシャフト。これラウネです。今ラウネ今気づいた。何それ。ウエッジのシャフトで、多分今世界で一番いいシャフトじゃないかな、これ。嘘。これは万乗りするから、フェイス。ちょっとあの50のグリーン打ってみようか違う動画になってきて、うん、いいよ。もう一回行くね。やばいでしょ。カーボン。カーボン、めっちゃくちゃいいから。あ、そう。そう、これウェッジフレックスなんだけど、うん、S より柔らかいから。あ、そうなんだ。そう、よくね、フェースに乗っていいシャフト、あ、マッチングしてるシャフトって、うん、打った後に飛び出すっていう。あ、なるほどね。そうで、これは打ってもうボール打った時にもう打ち終わったから、キャディバッグに入れた時にボール出るからそんぐらい遅れて出るから。すごいじゃん、うん、一刻どより遅れてくんじゃんねえ。そう、やばいじゃん。そう、一国道かラウネかだから。そう、じゃあ一国道かラウネ使ったらもう一生出てこないじゃん。一生出てこないもう 2,3 年後だからそんぐらい食いつくから。そう、これは俺マジでびっくりした。あ、そう。あ、これめっちゃいいシャフトで、これウェッジフレックスが S より柔らかいって言ったじゃない、うん、でこれ S プラスもある、うん、S プラスはまあ S より硬いっていう名目なんだけど、もともとラウネって柔らかいから、最高。カーボンっぽくない。納豆より粘るからマジですっげえいい。あ、そう。そうで、これでさっきのアプローチのちょっと説明をさせてもらいますで、何の動画かも分からない。そう、ごめんなさい、本題に戻らせていただきます、うん、そう、右脇をつけると体と同調していい、安定するみたいなことね、書いてあったって言ってた。それの絶対条件あるって言ったじゃないそれは左脇を締めて体と同調させることを最初からやろうとしてるか、で右脇を締めてるんだったら、右脇を締めて体回んなかったら動かないじゃん、もう動かない、動かない。そうだから回転がちゃんとできてる人がっていう絶対条件が入るから、
くっつけてんだったら体回んなかったらクラブはこうやって動かないでしょ。そうだから体回んないでこのままこうやっていく人は意味がないから、打たないからそうだね、そう、それこそラウネ以上だから確かに球が出ないんだから、そもそも何今の動き言ってんだけど顔向いてるだけじゃん今。そうでしょ、体回んないで右肘つけて、それこれだけだったらこうやってなるからこれこれここにいるでしょ、いる、あれいやここの顔じゃなくてここの顔出てるから、ここの顔だから出すの、ここを右脇を固定してで安定させたいんだったら体がこうやって回んなかったらクラブはあえて動かないから、そう、そもそも嫌いは右脇締めないからろくな球出ないよちょっと真剣にやっていい、うん、そう、あえて体をこうやって向けなかったらヘッドは動かない。でもほら江田君も言うじゃん、アプローチの時は、うん、体同調させて、うん、同調させてね、回せって、うん、それはもう左脇締めるだけだから、こうやって、あ、そう、左脇締めて右はドフリー、それなんかあれなのか、右手ができるんだ、そう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 、そう、特に平井は右手で打つから右手固定しちゃダメだ、そう、動かせなくなっちゃうんだ、そう、自由利かなくなる、うん、そうだね、うん、これ冗談抜き、俺別にグラファイトデザインからもらってるわけでも何でもないけど、これ1本売れたらいくらか入ってくるのかな、あんなのうんとね、一切ない一切ない、ゼロです、入ってきてほしいな、まあねだけどそんぐらいいいから、でもひろゆきも言ってた、あ、そう、ひろゆきもこれ使ってんだけど、うん、ウエッジ、うん、本当にあのもうフィニッシュ取ってるぐらいにボール出るって言ってた、だから俺より出球早いねっつってそうだね、そう、俺はキャリーバッグ入れた時に出るから、そうだね、これ本当バケモンだよこのウエッジシャフト、なんで今まで使わなかったの、これねちょっとね、まあ、ある事情がありまして、うん、そう、これはいいわ本当、でもウエッジプラスじゃなくてよかった、あ、そう、ウエッジの方でいい、あ、いいんだ、やらかい、やらかい、このなんか光ってんのがいいの、ここ、あ、ホログラムが、そう、これ新しいロゴじゃない、グラファイトデザイン、あ、そうなの、そうか、これ何、これいいよね、いいね、ラウネです、ラウネのウエッジ用の W のウエッジ用の 115g ってやつ、うん、そうだね、そう、これめっちゃいいから、俺のもそれにしといて、あ、じゃあこのまんま、そうだねねこれほんとビビる、そう、うん、もっとカーボンってカーンっていう硬いイメージなの、まして115って、うん、そんなんじゃない、めっちゃくちゃいいシャフトの R フレックスを 115g にしたっていうぐらいの感じ、これはバケモンだよ本当に、これやばいそう、締めない、締めない、うん、締めないタイムの打てる、そう、だからこう何かをやるには絶対的な条件があるってこと、それはもう間違いない、条件がないのは基本ってこと、うん、基本ってこと、なるほどね、うん、あ、でもあるかな、基本条件難しくないってことそれが条件、基本の、うん、難しかったら基本じゃないから、本当に何か条件を満たさなきゃいけないっていう場合はそれなりに理論として難しくなっちゃうし、でその条件がクリアできなかったらやりたいことの理論はほぼほぼ成功しないってことはまあ確定だと思うね、これもなんか右手と同じような質問になっちゃうんだけど、うん、脇締めなさいみたいなのがその雑誌に載ってるって言ったじゃん、うん、YouTube にもそうすることあると思うんだけど、うん、開けなさいみたいに言ってるのは逆になんか思わないんだよね、だからないないない、でもランダムにトップツアー選手のダウンスイングの右脇の向きと右脇を見てほしいのよ、うん、前宮里美香ちゃんとかのさ、うん、動画じゃない写真俺登録に送ったじゃない、うん、見た、ガバだったでしょ、ガバだったねだと思うんだよな、俺密かにあのダイモンで動画撮ったあのスローの写真の右脇見せたけど一切くっついてないから例が平になっちゃったけど、でも俺ね本当にこうやってやっててなかなか印象ないんだよね、いろんな選手見ててもこの向きでほとんどの人こうやって組んだよ、タイガー、そうだからね、なんかえって思っちゃう、書いたんだもんな私、まあ、それでうまくいってる人っていうかそういう人がいるってことでね、だからうまくいってるんだったら一個
こに俺は全然何も言わない。だってそれがその人にとって正しいから、うん、迷ってる人とうまくいかない人でね、毎回言うけど。そうだね。ああ、だからそれをやめてみようよっていう、一回ね、それでだいぶ変わると思うから。いやー、毎回いい質問されちゃうな。いい雑誌見たね。そうでしょ。うん、OK ですか。今回ですね、トール君が美容室で雑誌見たってよっていう動画を撮ってきましたまあいろいろ最近トール君もゴルフについていろいろ考えてくれてて、まあ、僕も負けちゃいけないなっていう意識でいるんですけども、なんせ何十倍何百倍もトール君の方が回転がいいのでなんかちょっとね、すぐやられるんじゃないかと思って、うん、でももうやってやってって思っちゃうんですよで今回はですね、右脇を締めるとどうなるかっていうことをですね、動画として撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。